ビリー・ミッチェル2014年、アイオワ州、フェアフィールドのアイコンアートギャラリーで開催された2014、ツインがリキシース、ワルター・デイにおけるトレーディングカードイベントにて、ビリー・ミッチェルはアメリカ合衆国のゲーマー、パックマンでパーフェクトゲームを初めて達成したことで知られる。実業家でもあり、レストランのオーナーである。ミッチェルはマサチューセッツ州、ホールヨークに生まれ、 サウスフロリダで育った。16歳でゲームを始め、みるみる頭角を表していった。彼は、シャミネード・カトリック高校に通学し、彼の両親のレストランで、マネージャーとして働き始めた。そして両親に代わってそのレストランのオーナーとなり、現在に至る。ミッチェルは1990年代の中頃から、カリフォルニア州のメンローパークで、ビデオゲームの検査人としても働き始めた。 1984年、バーガータイムで788万1050点を叩き出した。1999年、ミッチェルは世界で初めてパックマンでパーフェクトゲームを達成した。その後、東京で行われたナムコ主催のゲーム大会でビデオゲームプレイヤーズ・オブ・ザ・センチュリーに認定された。また、パーフェクトゲームを達成した最初の人物としてナムコの創設者である。 中村正也から賞を授与された。2004年、ドンキーコングジュニアで95万7300点を叩き出した。2006年、MTV はミッチェルをザ・ジュモースとインフルエンシャルビデオゲーマーズ・オブ・オール・タイムの一人に選出した。2007年、ドンキーコングで105万200点を叩き出した。2018年、ドンキーコングにおいて、上記記録を含む計算点の記録が ルールに沿っていないと認定され、ツインギャラクシーズの記録を取り消される。この処分により、彼のドンキーコングの公式最高得点は2004年にプレイした93万3900点となった。同年4月、制裁として、ミッチェル氏による全ての記録がツインギャラクシーズの記録から削除されることになり、今後を含めてのリーダーボードへの参加を禁止された。この処分を受けて、本記録を 参照元にしていた、ギネス世界記録からも削除された、MTV セレクツ、ビリー・ミッチェル・ワン・オブ・ザ・ジューモースト、ビデオ・ゲーマーズ・オブ・オール・タイム、アーケードゲーム界のカリスマが保持する、ドンキー・コング元世界記録が無効に、原因は、エミュレーターの使用 HTTPS、コタク・ドット・コム、ツインカ・リキシー・スリム・ブスフォーマー・ドンキー。 コングチャンプビリーミマイナス18億2521万 1232HTTPS www.polygon.com2018-4-14-1723 万7904ビリーミッチェルドンキーコングバンドツインガリキシースありがとうございます